ということで始まりましたインスタライブ。今日はですね、モーニング娘。2020。はい、ということでモーニング娘。の福村瑞希ちゃんとちょっとお届けしたいと思います。ということで早速つなげたいと思います。いきますよ。どうでしょうか。どの接続が切断されました。あれあー、福ちゃん、こんにちは。こんにちは。あ、久しぶり。久しぶりです。でモーニング娘。ってさ、はい、今年は2-0で合ってますよ。2-0。2-2。はい。おごめんなさい。になりました。はい。ということで、福ちゃんのアカウントから見てる人もいると思うんで。おお、すごい。はい。福ちゃんのアカウントをご覧の皆さん、高橋愛と申します。福村美月。そして、はい、私のアカウントを見てくださってる方、はい、福村美月ちゃんです。はい、モーニング娘。2-0の福村瑞希です。うわ、私はもうリーダーになって何年経ちますか？はい、2014年の12月ぐらいからなったので、うん、5年ぐらい？もうすぐで5年。すごーい。すごいですね。福ちゃん持ってるのは何ですか、それ？これはガオッキーです。ガオッキー。え、それ何？動くの？プルプルマスコットって言って、こうやって引っ張るとブーってなって、受ける。床に置くとブルブル移動するんですけど、うんうん、私のペットたちのお気に入りです。あ、そうなんだ。でも綺麗だね、まだ。はい、まだ大丈夫。で、ペットたちだとさ、わーってなっちゃいそうだからさ、そうそうそう、よく噛まれたりはするんですけど。よかったよかった。ということで、はい、初めてモーニングでコラボするんですけど、はい、何話しますか？まず私、うん、なんか昨日8時頃からスタートしますって告知したんですが、うんうん、8時頃って思って、もう 8時10分前ぐらいからずっとインスタをこうやって、うんスクロールしてずっと待ってて、こうやって、うん、高橋さん。そうで、なんか iPad でいつもやってるんですけど、はい、なんか iPad の充電が終わんなくって、だから急遽 iPhone でやってます。はい、そうだからどうしようとか言ってテンパっちゃって一人で、はい、そうなんですよ。いやー、緊張した。うん、このなんていうんですか、画面に入るまでがちょっと緊張しすぎて、うんうん、できるかな。わかる。自信と。あと、うん、あ、今まで見てた横にこっちにハートがボボボって、あ、そう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 、とかコメントだーみたいな、うん、見たことあるやつーみたいな気がする。福ちゃん初めて、もしかして初めてインスタライブ？はい。そっかそっか。じゃあちょっとみんなのコメント見てみる？嬉しい。うん、2人好きだから嬉しいって言ってくれてます。あんまり動画とか、うん、ご覧撮ってないから、最近ファンの皆さんにもこう生で会うというかお話し、うんうん、久しぶりですね、めちゃくちゃ、うん、そっか。福ちゃんさ、ずっと鍛えてない？体。あ、そうですね、ため撮りしてるんですけど、うんうん、結構筋トレ動画をなんかファンの方たちも意外と、うんうん、運動不足になっちゃってるから、うん、筋トレ動画欲しいって言ってくれて、うん、頑張らなきゃって思っていっぱいやってます。いや、すごい、なんかあんな柔らかかったっけと思って。めちゃくちゃ柔らかくない？体。あ、体は意外とずっと柔らかいですね。そうだっけ？はい。すごいさ、2人でさ、こうやってやるやつとかさ、はいはいはい、小田さくらちゃんとどこまで行くのみたいな感じだったか。すごい嬉しい。なんか自分の中では割とこう普通にやってたことだから、コメントとか見たら、うん、なんか、うん、福ちゃん柔らかいみたいな感じに言ってて、うん、あ、柔らかいんだみたいな。うんうん。でもああいうのもいいですよね。そうですね、なんかアップしてくれるから結構体動かすよって言ってくれる方もいらっしゃるので、
良かったなって思ってます、うん、ちょっとここら辺でできることなんかありますか？ここら辺私がいつもやってることなんですけど、うんうんうん、手をこうやって両手パッと開くんですよ。で、うんうん、ここ指をフレックスにして、でこのまま前にぐるぐる回すんですね、はい、これを10回やったら今度は手をこっちにするんですよ、うん、こっち OK でそのままこうやって前にやるっていうのを。これ逆回しはしなくていいの？あ、逆回しもします。上向いてこうやって後ろ回しして、うん、で今度また下に指先を向けて、うん、10回みたいな感じで、これをやった後に腕ひねりって言ってこうやって腕をひねるんですよ。あ、こうね、反対側にこういう感じ、うん、okay. これをあ、これだったら簡単だね。ずっとやり続けると、うん、もうすごい結構きついんですよ。うん、きついけど、ここに来る？はい、腕に来るから。おー、いいですね。女の子って腕気にするじゃないですか、うんうんうん、だから暇があったりとか思いついたりしたらこれはやるようにしてます。お、でもさ、ここも痛くない？そこですか？あ、でもここも痛い。ちょっと痛いかも。おはい、そう、そんなの。私特にさ、もうずっとゲームしてるわけ。あ、こうやって特にここが疲れてる。あ、ファイナルファンタジーでしたっけ？そう、ファイナルファンタジー大好きで。そうなんですよ。お家でどんもりをずっとやってます。あ、ほんと？どんもりか、どんもり。みんなやってるよね。もうみんなやってます。エリポンがすごくて、うん、そうなんだ。エリポンの島がなんかもう無人島からスタートして、うん、島クリエイターになったら自分で島を作るんですけど、うん、どっか全然進んでなくて、うん、まだまだなんですけど今日は。そうなんだ。ごめん、全然わかんないから。でもみんなやってるんじゃない？みんなやってる、みんなやってるよ絶対。はい、うん、やってますねみんな。何が、何やる2人で？何やりましょう、何やろうね。でもさ、せっかくだからさ、振り付けを教えてもらいたくって。はい、モーニングの、モーニングの、うん、ここでできること？あ、全然ありますよ。じゃあ、お、うん、新曲の、はい、ラブペディア。あ、大好き。あ、嬉しい。大好きです。超簡単です、うん、じゃあサビ、はい、にしますね。そうですね、手を前に出してスライド2回、はい、スッス、あれ、こっちか、もう1回スッスッで2回やります。スッスッスッ、そしたらハートを作って、うん、くるーんって回して、くるーん、ペーティー、あ、上、あ、はい、これでサビができます。おお、できた。はい、上、ペーティー、上ましょう。はい、オッケー、せーの、見つかんない、わかんない、ラブベディ。あ、意外と早いですね。ラブ、ラブ、上、ペ、ディ、ディ、あ、あ、できた。みんなできました？これは結構みんなできたかな？できたので、うん、かわいい。ちゃちゃちゃ。ラブ、あ、あ、ここね、ここね、はい、オッケー、できた。振り付けになってます。なるほど。だからもう早いからさ、何やってるか分かんなかったんだ。これめっちゃ早いよ。めっちゃ早いよね。すごい早いから、うん、最初のハートだっていうのは分かってたんだけど、はいはいはい、うん、じゃあこれをなんか全然どういうことと思ってた。最初は。なるほど、はい、みんなできたんじゃない？こんな感じでぜひやってみてください。あ、上行くのは右の手です。右の手を、右の手ですね。はい、わー、嬉しい。できた、できた、できた。ありがとうございます。うん、いやいや、今回のシングルは、うん、面白いです。振り付けがもう一個の人間関係ノーベイベイっていう曲も、うん、すごい面白い、うん、歌詞違いなんだよね。そうです、歌詞違いなんです、うん。だから最初さ、気づかなくってさ、はいはい、あれ、これ聞いたことあるんだから。そう、これ本当に大変だったんですよ。あの、うん、コンサートで初披露するときに、うん、ラブペ
アと人間関係ノーウェイウェイを2曲つないでやったんですね。うん。そしたらもう頭の中で最初人間関係ノーウェイウェイラブペディアってなっちゃうんですよ。あ、そうだよね。振り付けも混ざっちゃってますよってなったんですけど、うんうん、今はなんとかやってます。よかった、私その時代にいなくてよかった。もう最初の方大変でした。うん、本当に今のところ大丈夫、誰かあーみたいになってない。そう、今のところは練習以外では大丈夫です。本番、あ、よかったよかった、全然平気です。みんなさすがです。いやでもなんか楽しいです、こうやって同じ曲で、うん、なんか振り付けと歌詞が違うなんてなかなかないので。うん、確かに。 PV もめっちゃかっこよかった。わ、ありがとうございます。あの、うん、インスタで投稿してくださって、うん、あ、そうそうそう。どこで切ろうみたいな感じで。1分しかさ乗らないからさ、はい、ありがとうございます。なんですよ。はい、コメント読みますか。コメント読みますか。誰がダンス覚えるの遅いですかって。遅い？うん、ダンス覚えるの遅い人はやっぱ15期はあの実践練習が入ってくるんですよ、うん、先行レッスンで来るので、うん、結構3人とも先行レッスンで覚えてきてくれるんですけど、もう一発目最初のレッスンでこう、うん、わーってなっちゃうのはあの、あんまダンスの経験が少ない北川リオちゃんがなりがち。ああ、そっかそっか。ですかね。あと、でもみんな基本早いです。うん。私は結構遅くて。あ、本当？はい。なんか、パッて雰囲気でできないんですよ。うん、うん。ちょっと、ワンでこうやる、スリーでこうするみたいなのが、一個ずつでしょ？で、理解しないとできないタイプだから、うん、うん。あの、うん、動画とか見て覚えるのすごく苦手です。わかる、もう今大変なんですよ。そうだよね、ハロコンとか、うん、もうあの他のグループのバックダンサーやったりもするので、うんうんうん、覚えるの大変です。もう動画見てはい覚えてくださいって感じ。はい、この日までに覚えてきてってなって。すごい。で、あの、うん、よく私が加入した時ってその2回目のレッスンまでにできないと怒られるじゃないですか、うんうん、今は1回目のレッスンでできないと怒られるんです。よかった、私いなくて。もう本当に厳しいと思って。いや厳しいよね。厳しいです。今って先生って誰？ハロープロジェクトのコンサートはなっちゃん先生とか、あ、そっかそっか、陽子先生がやってくださって、そっかそっか、そんな風になっちゃったんだ。ちぐろ石子先生なんですけど、そっかそっか。逆に早く覚えれる子は誰ですか？早く覚えれる子は加賀楓ちゃんですね、うん、そうなんだ。ハイディは、うん、2回ぐらい見たら覚えられるって言ってて、え、映像だってあの子振り付けもやるもんね、はい、自分で自分で作ったりよね、上手なので。やっぱか、カエジとか、うん、あと石田ゆみちゃんも得意ですし、うん、まさきちゃん、佐藤まさきちゃんも割と早いく、あー、そうなんだ、うん、あとエリポンは、うん、ずっと前にやった曲をなぜか覚えて踊れるっていう、うん、あー、それもだから早いわけではないんだ。速さで言うとそうですね、うん、どうだろう、うん、でもちゃんと復習してきます。なんか結局さ、まあ遅い早いはあってもさ、結局最終的にできればいいもんね、うん、そうですね、うん、だからいいよ。もう、なんていうんですか、もう空間が緊張するんですよね、うん、もう覚えてこれなかった時とか、あれ左回りだっけ、うん、右回りだっけみたいな、うんうんうん、うん、そっか、緊張感あるね。でもありますね、うん、でも今は全然コンサートしてないので。あ、そっかそっか。もうすごい恋しいですね、うん、コンサートが。確かに、でもこういうことがあるとやっぱり当たり前じゃないなと思うよね。感謝しなきゃなって思うよね、
なんか全然飛行機とかも乗らないし、うん、移動しないし、うん、自分家以外どこにも行けないしみたいな感じなんですけど、うん、でもアニメ見たりとか、うん、漫画読んだりゲームしたり、うん、あと何読んでるんですか？本当ですか？漫画は、うん、LINE 漫画とか、うんうんうん、あとそのなんかアプリのアプリ系の漫画をたくさん読むんですけど、最近買ったのは、うん、王様ランキングっていう本です、うんうん、本というか漫画で。どういう系のやつですか？なんかあの喋ったりとかができない王様がいるんですね。ちっちゃい王様がいて、うん、その子が聞こえないし喋れない中で、うん、こう葛藤が王様としてどうやって強くいくかとか、うん、こう進んでいくかっていう葛藤が、うん、表情だけで書かれてたりとか、んですよ。だから結構感動するって感じ。そうですね、すごい感情移入しますし、頑張れってすごい応援したくし、うんうん、なんかその書いてない分自分で想像できるんですよ。うんうん、それがすごい楽しいなって。あ、そっか、ちょっと見てみよう。ハマってます。でもなんかハマってる人いるみたいだよ。あ、本当ですか？うん、だ一緒だ。王様ランキング好きって言ってる人もいます。あ、すごい、あの喋りながらコメント読むってめっちゃ難しいですね。うん、そうなのよ。めっちゃ難しい。福ちゃんは怒ることあるのって聞いて。お、どうですか？怒るってなかなかないですけど、注意はするよね。はい、注意とかなんか佐藤まさきちゃんにはめっちゃします。佐藤にはしてください。なんかさ、なんか私がさ、はい、なんか佐藤に怒ったみたいなさ、はい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 、あ、なんか、なんか佐藤がめっちゃ言ってるらしくって。はいはいはい。私そんな怒った覚えないんだけどさ。はい。まあ、いっか。いや、でもやっぱりその先輩からこう言っていただいたアドバイスなんで、すごくこう大きく考えるから。そっか。はい。でもなんか言ってほしいんだろうなと思う連絡の仕方をするんですよ。見に来てくれた、見に来てくれてありがとうございましたみたいな、はいはいはい、そうでしたかと言わないんだけど、まあ、聞いてほしい、なんか言ってほしいんだろうなっていう時にちょっと感想を言ったんだけど、怖いみたいな、高橋さん怖いんだけどみたいになっちゃうから、っていう、そういうことじゃなくてみたいな。私はそうですね、そんな怒んないでくださいよみたいなこと言われるんですけど、うん、いや怒ってない怒ってないって。あ、そう、怒ってるわけじゃないんだよねみたいな、うん、もう言わなきゃ言わなきゃって思って、もう分かってて、うん、分かってるかもしれないけど、こと細かく言いますね、もう、うん、そうしてくださいぜひ。そんな感じです。でも本当、私がモーニングじゃなくてよかった今。多分私すごく怒ってるかもしれない。でも全然そんな、うん、あの怒ったりするようなこと、うん、する子はいないですね。うんうん、何15期もしっかりしてますし、うんうん、みんなしっかりしてるので、そっか、なんか怒るというよりは、ここ良くなってたよねとか、ここのこういう対方してみようよとか、うん、そういう言い方をしたりします。あ、いいですね。なんか私本当に自分のことはちょっと見れないんですよ、うん、客観視とかあんまりできないタイプなんですけど、人のことはめっちゃ見るの好きで、うん、いや、めちゃくちゃ見るよね、福ちゃん。見ます。もうさ、プロデューサーになれば。ゆくゆくは。おこがましい。いやいや、絶対いいと思う。なんかアドバイザーみたいなさ。うん、でもツアーとかの瀬戸織を考えてみたいなっていうのはずっと思ってます。うん、絶対いいと思う。もう絶対楽しませられる自信があります、うん、福ちゃんってさ、どっちも持ってるじゃん。ファンだったらこれが嬉しいみたいなさ、っていうのも客観視できるし、あと私たちがやってる本人たちがこれだとテンション上がるっていうさ、どっちもわかるからさ、うんうんうん、はい、それって結構、うん、結構大事だと思うんだよね、客観視できるって。全然したいな、うん、いや、でもプラスで、はい、
あ、どうぞどうぞ。いや、それこそ今回の春ツアーはめっちゃ楽しいんですよ。うん、やってないんですけど。そうか。うんうん。でもなんか結構その案とか出して、うん、こういう曲やりたいですとか、うん、こういうメドレーやりたいですとか、うん、そういうことを言ったりとかしててちょいちょい叶ってるんですね。おお、すごいじゃん。ちょいちょい。その時にさ、その時に私衣装で入らせてよ。え、もうぜひ。すごい嬉しい。さ、もう私やりたい。スペシャル回ですよ、そんな。いやー、すごい、うん、でもいつかそういうことができたらいいなって思います。うん、ぜひぜひ。もうさ、選抜してさ、グループ作っちゃえば。え、もう作ります、うん、作ります、作ります、ね。はい、勝手にやっちゃったみたいな。もうこの間それこそディナーショーが中止になっちゃったんですけど、うんうん、妄想ディナーショーって言って勝手に自分でセットリ考えて、あ、いいじゃん。ブログにアップしました。絶対いいと思う。もうそういうことさ、どんどん口に出したらさ、はい、現実になるからさ。いやー、してみたいな、ぜひ。いいと思う。したいな。もうグッズとかも考えたいし、うん。やりたい。めっちゃ忙しいんですよ。超忙しいじゃん。いやでも趣味なので、そういうなんか、あ、こういうグッズあったらいいのになとか、うん、なんかそういうこと考えるのがもう趣味になっちゃってます。あ、そのセットリ知りたいって言ってますよ。あ、うん、ブログに書きました。うん、妄想セットリタイトルで確か書いたと思います。うん、ぜひ見てみてください。見てみてください。高橋さんがハロメンを、うん、メイクしたみたいな、うん、出したってあるじゃないですか。うんうんうん。それすごく羨ましいです。あ、本当？はい、あ、私ね、はい、モーニング娘。の本作りたいの。え、どういう本ですか？本。え、どういう内容の？で、私と1対1で対談みたいなのやって、はい、でそれで文に起こして、はい、であとはファッション的な要素も入れて、私がその子をなんかプロデュースするみたいな、それを一人さんやりたくて、やってほしい。そうなんです。なんかモーニングって良くも悪くもあんまり一人流されない子が多いんですよ。うん、あ、本当？はい。だから、うん、結構メイクとかも自分で考えたメイクとか、うん、自分でいいと思ったメイクとか、うんうん、髪型とかをそれぞれやってるので、うん、こう誰かにこう何か言われてこうやったものっていうのがあんまりなくて、うん、あ、そっかそっか。ぜひやってほしいです。はい、やってみたい。あ、やってほしいな。で、しかもね、すごい、はい、私それこそすごい妄想してて、はい、対談した後に撮影したいの。うんうんうん。ああ、ちょっと対談、そう、対談して喋った後にこの子にこれを着せたいとか、おお、って言って撮影のスケジュールを組んでとか言ってめっちゃ考えてる。はい、ご飯行った時もそういう話しましたよね。あ、そうそうそう。こういうことやりたい。うんうん。そう、やりたいんだよね。やりたいです。うん、っていう妄想してるずっと。なんか一回キューキがやってもらったことあって、うんうんうん、覚えてますか？加入した時に高橋さんがコーディネートとか髪型とかを決めてくださって、うん、あれひよこの格好したやつ？ひよことは別の撮影です。あ、別の。ひよこで公園歩いたっていうのもあって、公園歩いたよね。謎だったよね。ひよことニワトリで。そうだよね。はい、懐かしいな。その後に高橋さんが、うん、そのなんか私たちが私服できてここからどう変わるのかみたいな感じでやってもらいました。やったっけ？はい。なんか私は全然覚えてない。ハトボーイみたいな服になりました。ハロちゃんとかだと思います。昔ハロープロで出してた本みたいな。やってたね。やってた。はい。福ちゃん、こういう帽子かぶってた。そうです、そうです、そうです。あ、うん、福ちゃんは覚えてる。リホ
ちゃんがすごいこの辺でボンバーみたいになってて全然覚えてない全然覚えてない。確かそんな感じだった気がします。そうなんだ、ちょっと探してみるわあったね雑誌。ありました、うん、あなんかすごい今昔のことを思い出したんですけど、うん、あの高橋さんが、うん、109を知らない9期に、うん、渋谷に連れてってもらって一緒にお買い物したことありましたよね。ウケるでも9期ってさ、あのんちゃん、のんちゃん見てくれてるって、え、あー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか先輩見てくれたら緊張するこの間の辻さんからお下がりのお洋服をいただいて、うん、あ、そうなんですか。はい、今日は着てないんですけど、うんうん、させていただいてます私も欲しいですはいはい、すごい。で、何の話だったっけ。あ、109に連れてってくださって、うんうんうん、ショッピングしようよって言ってくださったんですよ、うんうんうん、で、欲しいものないのみたいな感じで言ってて、うん、私は一人で買い物をしたことがなかったんですよ、うんうん、結構親とかと行くので、うん、親と一緒に買って買うっていうタイプだったから、なんか決められないのどうしようって思って、そこで決めたのがめっちゃ可愛いハンガーだったんですけど、うんうん、これを買いますって言ってすごいね、よく覚えてんね。いや、嬉しかったですもん。あのそれで9期全員買うもの決めたら、うん、高橋さんがあの買ってくださったんですよ。全然覚えてない。そう、嬉しかったです。そうなんだ。あ、そのハンガーがまだあのお家にかかってます。あ、本当ですか。ありがとうございます。でもなんか9期とよくご飯とか行ってたよね。はい、なんかくださって、なんか一人でも行ってた気がする。行ってました結構、うん、三井さんとかも、うんうんうん、してくださいました。確かに、なんかそういうのを思い出すと、うん、思った後輩とご飯行かないとというか、なんか連れて行かないとなって。え、めっちゃ行ってない。いや、そんなことないですよ。全然そんなことあるよ。え、いやいや、多分ね、昔そんなに行ってないよ。あ、そうなんですか。うん、私はあの、うん、すごいちょっと前の話なんですけど、エリコと収録終わりに、うん、なんか、うん、エリコがどうしてもサイゼリアに行きたい日があって、うん、でサイゼリア行こうよってなって、うん、いいよって言った時に、ちょうど同期の、うん、岡村ほまれちゃんと山崎めいちゃんが、うんうん、一緒に帰り道だったんで、うん、一緒にご飯行くって言って4人でサイゼリア行って、うん、あ、ウケるあの間違い探し、サイゼリアにあった間違い探しをずっと4人でひたすらやってました、うん、かわいすぎるでしょそうなんだ、はい、でもそういうノリの方が行けたりするよね。なんかそうですね、そういう方が行くみたいな、今から行くけど行くぐらいのノリが嬉しいですね、うん、の方がなんか後輩に、うん、あーじゃあみたいなね、うんうんうん、なるからさ。そうやって、だってさ5期でご飯行ったのなんて2回3回ぐらいしかないよ。え、今まででですか。うんそうなの。なんかめっちゃ仲はいいんだけどはいはいはい、わかります。なんか集まんないの。うん、なんか4人が割と9期もそんな感じです。あ、本当よかった、はい、仲いいんだけどね。そうそう、結構話すんですよ、1対1、うん、3人とも。あ、そうなんだよ、わかるわかる。2人2人でも話すしみたいな、うん、なかなか4人集まらないんですよね。なんでだろうね、誰かしらかけるよね、うん、でもまあね、久しぶりに休憩ラインが盛り上がって、うん、うんうんうん、うん、なんかあのほとんど休憩ラインが動くときって、うん、時事ネタばっかりなんですよね。うん、時事ネタばっかり。ああ、そっかそっかでもいいじゃん。はい、楽しいです。うん、久々にそういうことできると。なんか休憩って私にとって特別でさ。はい、だから休憩って思うとなんか
なんかしなきゃって思っちゃう、親心みたいな。嬉しい。そうなの。この間ズッキーとね連絡取ったよ。はい、お。うん。すごい。昨日私もカナンちゃんと撮りました。あ、本当。でもね、この間電話しようと思ったら出なくって。はい。そう。だから今度ねって言ってて。うん。すごい辻さんからたくさんコメントが。あ、本当？来てます。あれ？モノマネしながら歌って。モノマネしながら。誰の？めっちゃ来てます。誰のモノマネ？ハモってとか。ハモる？すごい、めっちゃコメントしてくださってる。ありがとうございます。何歌います？これね、なんか歌おうと思ってもちゃんとラグがあるんですよ。あー、そうですね。さっきもちょっとラブペディアで感じました。うん、そうなのよ。だからちょっと難しいかも。嬉しい。これって右上に書いてある、うん、このなんか目みたいなやつって見てくれてる人の数ですかね。あ、そうです。わあ、じゃあ5000人以上の方が見てくれてます。見てくださってます。嬉しい。ありがとうございます。皆さんお家で何してるんですかね。うん、私あれ、のんさんラグってきてるよ。ラグってラグって何ですか？これ時差です。時差。バッシーがコメントしてそう、マネージャーさんがねこうフォローしてくれてますけど、シャボン玉やってって。シャボン玉やる？はい。どうやってやります？どうやってやるこれどうやってやる？どうやってやればいいんだろうね。はい、一緒に歌ってみます。うん、絶対ずれるけどねこれさ、もう一枠できたらのんさんが入るのにね。ここ、確かに。あ、これ二人しかできないんですね。うん、できないんです。なんだ、ワンフレーズずつ。ちょっと待って、シャボン玉をコロッケさんでやってって。わかんない。コロッケさんのあれって何やればいいの？この無茶ぶりが。すごい。わかんない。コロッケさん。わかんないよ。優しい。みかんがとか、みんな歌ってほしいんですね。うん。どうします？言うか。交差で。交互？交互で。交互でありますか？はい。縦ずれるけどね、絶対。じゃあ、うん、皆さんはコールをお願いします。うん。ですね。じゃあ、私からいきますね。コロッケさんやんなきゃいけないよ。コロッケさん、ちょっとアボ出すんですか？わかんない。コロッケさんってモノマネやる人だからさ。そうですよね。ちょっとわかんないな。とりあえず歌いますので、はい、コールをお願いします。いきます。はい。来る人はあなただけ、誰も邪魔させない、愛のシャボン握らかれて、私だけのあなた。何どこ行ったんだよ泣いてすまなら投げ上がれ、すべての恋はシャボン玉。恋もソロなら、この次はあんた名義の恋もしな、シャポン玉。わーい。確かに候補だったらいいね。はい、意外とできたかな。うん、できた。よかったよかった。コメントで。みんなね、水木だけって言ってくれてたよ。嬉しい。
のんさんやばいやばいって言ってます。ごめんなさい、コロッケさん入んなかったです。分かんなかった、ちょっとごめんなさい、ちょっと。あー、さゆさゆがなのにどこ行ったんだよって言ってくれてるよ。あー、道しげさん嬉しい、道しげさんだ。大丈夫ですか。お茶飲みます。すごい、モーニング娘。いっぱい集まってるじゃん。嬉しい、豪華、すごい。私が見たい。道重さんのどこ行ったんだよは超可愛いですよね。いや、めっちゃ可愛いですよね。はい、私できない、セリフも超可愛くて大好きです。なんかさ、こうやって下がっていくのが良くない？なんか、かわいい、どこ行ったんだよってこう、なんかさ、こういうのやってんの誰もできないよね、あれね。これすごい。わかる、今、高田さねちゃんが頑張ってます。あ、そうなんだ。はい、絶対かっこいい感じになるんじゃない？結構あかねちんは、あ、でもかわいい感じ。あかねちゃんか。はい、羽賀あかねちん。うんうん、なるほど、すごい嬉しい。すごいね。もうすごい、盛りがいっぱいだね。ありがたい。嬉しい。あ、6000人越したよって。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。わかるって、道重さんが。モーニング娘。最高って言ってくれてます。ありがとうございます。すごい。あ、ズームでやれるんだ。あ、なんか、オンラインで、うん、お話できるみたいです、うん、こうやって4人で。あ、それだったらいいね。昨日春菜に、うん、人狼やりましょうよ、オンライン人狼やりましょうよって誘ってもらったんですよ。うん、うん、やった？やってないです。やってあげて。人狼怖くてできないんですよ。人狼できます？できない。なんかちょっと、うん、もしかしたらお仕事になるかもしれないからやっといてってなって、一、はい、人でやったんですよ。うんうんうん、一人でできるんですか？一人でやったんだけど、他の一人のやつがあるんですよ、はい、アプリで。全然楽しくない、一人だと。いや、本当になんかモーニングで一時期ハマって、うん、で人狼のアプリがあるんですよ。うん、だからみんなでその人狼のアプリに入って普通になんか対戦できるんですね。うんうん、それやったら、それってさ、離れててもできんの？離れててできます。あ、できるんだ。モーニングのやり方は最初全員市民ですって言うんですよ、うん、で、あの最初全員、うん、私市民ですからみたいな感じで言って、うんうん、あの霊媒師とか出てこないんですね、うん、なんか本当は多分霊媒師が仕切るみたいな感じのルールが人狼にはあるみたいで、でもそのやり方でできなくて、うん、なんかすごい一人でオンラインでやったら、うん、ちゃんとやってみたいな感じになっちゃって。なるほどね。もう何もなんか言ってること全然わかんないしみたいになってリタイアしちゃったので、うん、なるほど。みんなでできるようにもうちょっと練習が必要かなって思いました。みんなでやってってそれが練習になるからいいんじゃない？あ、そうですね、またモーニングで、うん、モーニングでは結構頻繁にやるので、そこに混ざっていってからやりたいなって思います。あ、うん、そこに入ろうかな。わっ。いや、でもすごいですね、オンラインでいろいろできる。うん、うん、でもさ、そうなるとおうち時間も楽しくなるよね。うんうんうん、こういうのとかもさ、私もこの間あの鈴木かのんちゃんと電話しながら、うん、動物の森やってて、うん、気づいたら2時間ぐらい経ってました。ウケる。この間ささやしとさ、はい、連絡取ったらさ、はい、さやしとズッキが6時間喋ったって言ってた。あ、なんかもうめっちゃ仲良くなってるっていうか。そう、さやしって
ね、6時間喋るってすごいよね。すごいですよね。すごいなと思った。もういい友達って言ってました。うん、素晴らしい。あ、ワクテカ聞きたいって。ワクテカ。うん。ワクテカテカチャンス。ワクテカテカチャンス。私いないんだよ。そう。こうやってでしょ。あ、そうですか。ワクテカテカチャンス。ちょうど昨日モーニング娘。の、うん、ツイッター企画で、うん、おすすめの MV の話したんですけど、うん、私ワクテカをおすすめしました。お、あれめっちゃかっこいいよね。かっこいいし、うん、かわいいんですよ。うん。私ちょっと悔しいと思ったもん。あ、歌いたかったと思った。絶対かっこいい。歌いたかった。嬉しいです。そう言ってもらって、うん。でもこれも好きだよ。ラブペディア。ペディア。はい、クライブしたいな。うん。もうライブがしたすぎて夢に出てくるんですよ。そうなんだ。ライブ当日になっちゃって、うん、だから全部抜けてるっていう恐怖の夢なんですけど。そっかそっか。今だから練習だけして本番やってない状態なので、うん、不安なのか出てきちゃいました。今日もうさ、なんかさ、はい、もう DVD だけやれば、 DVD 収録だけやれば。あー、やりたい、やりたいし、うん、だって見たいもん。でも本当に今回の春ツアーが、うん、なんて言うんでしょう、うん、あった分だけ、30何公演あった分だけ、うん、遅れてもいいから全部やりたいぐらい、うん、今回の春ツアーは本当に私的に超おすすめなんです、うん、そうなんだ。でもそんなこと言ったらみんなさ、めっちゃ来たくないじゃん。もうだから早く来てほしいのに、うん、悔しいですね。でもなんかすごいやっぱり、なんていうか、今みたいにこう時間が増えて、ハロメンとかが毎日インスタとか、あとはブログとかでこう発信していくんですよ。で、みんな動画編集とかすごいんですね。プロや、プロだよね、みんな。いや、本当にすごいんですよ。だから、すごくない？なんで同じアプリ使ってるのにできないんだろうって思って、ずっとポチポチしてます。そうなんだ。もうさ、これさ、福ちゃんがさ、スルッとさ、はい、動画撮ってさ、うん、お願いすれば。あー、お願いしたいですね。うん、でも量多くなりすぎて、うん、多分できないんですよ。そうするとハロメ今60人ぐらいいるので、うん、あ、そっか。だから自分で身につけられるように頑張ります。得意な人にお願いした方がいいよ。そうなるとやっぱ、だって北川さんとかさ、北川さんとかすごい上手じゃない？あ、北川上手ですね。ちょっと私のやってよって言ってさ、お願いすればいいじゃん。お願いしたらやってくれるかな。そう、やってくれるよ。あとはエリポンも得意ですね。ああ、確かに、あれ見たよ、これ天井に向かってやるやつでしょ、ツインテール。あ、そうです、見たよ。面白かった。他のグループもすごいですし、うん、でも自分で身につけられるように頑張ってみます。うん、確かに。でもさ、福ちゃんは福ちゃんでいいからさ、別に上手じゃなくていいんじゃない？いやでも上手、あれすごい分かりやすいよ。本当ですか、うん、音とか全然入れられないんですけど、昨日、うん、いいと思う、うん、アップした野中美希ちゃんとの、うん、消毒チャレンジっていうのをやったんですけど、うんうん、初めて動画にシャラーンって音楽入れられました。あ、そうなの。まだ見てないよ。見るわ。シャラーンって音楽をやっと入れることができて、うん、ちょっと自分の中ではステップアップでした。でもそんなちょっとずつ、ちょっとずつでいいんじゃない？言えてないけど。頑張ってみます。そう、ちょっとずつでいいと思いますよ。はい、ありがとうございます。すごい一日にたくさんの数が上がってて、うん、すごいなって思います。え、私？はい、もう 私ね、上げられない。私もだよ。いや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 。たくさん。私でもストーリーズのが多いかな。あー、ストーリーもすごい
こうやってあの、ちょっとちょっと。あ、そう、細かくね。でもなんか質問答えるのが大好きでさ。あ、質問楽しいです。すごい楽しくって、それでなんか答えすぎるとちょっと多いですみたいな、ちょっと苦情が来たので、ちょっと控えるようにそう、ね。そうなんですよ。でもあと、今やろうと思ってることがあって、事前に撮った動画に自分の声を入れるみたいなやつを やりたくて、今夜できたらチャレンジしてみようって思ってます。おー、いいですね。頑張ります。頑張ってください。はい。でも、モデル撮影とかめっちゃ恥ずかしいです、なんか。うち5人家族なんですけど。あ、そっかそっか。お家で例えばこうやって撮って福村瑞希ですとかやってたらめちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか。あ、まあ、確かにそうだよね。はい、それちょっとあの場所とか考えながらやらないとなって思って、まあ、確かに。この間も自撮りであの、ファンクラブのインスタがあるんですけど、そこでお知らせの絵を撮ったんですよ、誰にも見られないところってどこだろうって思いながら、だから結局自分のベッドの上で撮りました。恥ずかしいよね。一番奥に行って、聞かれないように。わかるわ。入ってきたらスッて下ろすみたいな。感じで頑張ってます。そういうのもあんねんね。恥ずかしいもんね。家族だと。恥ずかしい。わかるわかる。だから会社に行ったらいっぱい撮っとこうって思って。やってますね。あれもかっこよかったよ、ダンスのやつ、福ちゃんの。あ、アジアンセレブレーション。踊ってみました。ちゃんとさ、はい、踊ってみたのにさ、マイクちゃんと持ってってるのが面白い。なんか、まあ、何回できるかわかんないんですけど、エリーズ工房さんをやるときはちゃんとその桃地先輩パートでやったの。というかスッと行ってしまいました、なんか。そうだよね。一番最初からあれと思ったもん。あれマイク持ってってると思って。申し訳ないけど、スッと言ってしまって、こうすればよかったのにって、後からコメントを見て後悔しました。いいじゃないですかね。次やるときはね。機会があったら、完璧に。ぜひ。いや、めっちゃかっこよかったよ。いやいやいや、ありがとうございます。皆さんよかったらモーニング娘。の YouTube 見てください。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、楽しいですね、ずっと。いや、本当だね。あとは何は高橋さんから、踊ってみたのをリクエストしてって来てます。多分私が、私どんな曲やったら似合うと思いますか。何が似合うんだろう。何がいいかね。何がいいかな。ミスタームライト、男役。男役。一人でミスタームーンライト男役踊ってみた。そう、一人で。あ、そうだよね。めっちゃ難しいじゃないですか。あれ踊ってないから、ほとんど踊ってないから、ね、なっちゃいます。確かに。何がいいかな。何がいいのか私わかんないね、曲。でも自分の曲もやってみた。あ、自分の曲というかモーニング娘。の曲も、やってみたいなと思います。何がいいかね。なんだろう。でも高橋さんが前に、Oh My Wish をあのイベントで踊ってくださったじゃないですか。あ、生田が教えてくれたやつ。あれすごく嬉しかったです。あれめっちゃ難しかった。本当ですか？ダンスパーティーやってたもんね。あ、そう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 。ありがとうございました。あれは生田の完コピだったんで。うわ。生田のパートを踊ってました。あ、すごい。カノンになってるじゃん、あれも。はいはいはい。そうだから、もう生田のとこだから全部。でも私今そのダンスパートやってたところが、メンバーとか変わって歌パートの人になったんですよ。
うん、だからダンスパートやってみようかな。おお、いいじゃん。とかできたらいいかも。できたらやってみたいなって思います。うん、すごい。ブライクライマックス、あ、キュートさん、キュートさん、あ、一人ビヨンズやってほしいって。あ、いいかも。一人ビヨンズちょっと迷ったんですよ。メンバーが足りなくてできませんでした。あれでも大変だよね。はい、いや、ちょっと私の個人的な、うん、そのなんて言うんでしょう、ノリならできるんですけど、うんうん、あのメンタル面でちょっと無理でした。ここだけでやるのたいんやろ、なんか、わあ、なんとか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 みたいな感じだったらいいんじゃない。あ、シンデレラコンプレックスだって。あ、シンデレラコンプレックスどう？高橋さんかっこいいやつ。いやいやいや。全然全然別ですね。懐かしい。次から覚え直さないと。あ、セクシーキャット、セクシーキャットやってるもんね。はい、やってます。すごい。めっちゃ大きい瞳。うん。あ、大きい瞳もいいね。大きい瞳大好きです。うん。一人ミキティだって。私、藤本さんの楽曲すごい綺麗ですよね。うん、確かに。めっちゃいい曲いっぱいあるよね。うん。あ、テイクオフだって。あ、大好き。あら、嬉しい。記憶の迷路は？あ、記憶の迷路一回あのバースデーイベントでやったことあります。おお、ありがとうございます。嬉しいですよ、ハロメンに。キトリビヨンズ、ザ美学。あ、美学大好きです。私美学いいじゃん。美学似合うよ、福ちゃん。本当ですか。うん、あのモーニング娘。入るよって決まったハロコンで、うん、あの須藤マンソさんのバックダンサーで踊ってました。あ、そっか。はい、懐かしい懐かしい。アンパンマン体操って言い方がいい。あ、好きな先輩だって。あれはあんまり振り付けないんだけどね。嬉しい、ありがとうございます。うん、いやでもなんかいろいろできたらいいなって思います。うん、毎日いろいろ考えてます。うん、でも最近はやっぱりちょっと楽しいなって思ってこれたのが料理ですね。で、福ちゃんとこさ、お皿とかもすごい素敵じゃない？え、嬉しい。いや、でもすごい素敵と思って。全然です。なんかお母さんがお皿とか割と好きだったみたいで、可愛いお皿あるんですけど、うん、コンビニのなんかポイントとかでゲットしたお皿もいっぱいあります。あ、そう。使えるよね。パンマスみたいなやつの。わかるわかる。全然あります。すごい。え、これってうん、あれ残しますか？なんかアーカイブみたいな。あ、どうします？残しますか？残し方、残すのは私次第です。あ、そうなんですね。では、うん、高橋さんにお任せします。わかりました。でもみんな見たいんじゃない？え、そうです ね、 ね、スクショタイムしてって方がいます。お、あ、だってもうちょっとで終わるから。最後にさ、これさ、もう一回やってさ、スクショタイムやって終わろうよ。ぜひ。うん。やりましょう。うん。じゃあ、最後に、お願いします。はい。はい。せーの。見つかない、わかんない、ダンスペディアイ。なかったですか？ごめんなさい。みんなできました？できましたか？わ、ハートがいっぱい来てる。やったー。ありがとうございました。またやりたいな。ね、またやろう。はい、というわけで、福ちゃん、あ、おーちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまたあとちょっとある。やりましょう。ね。
コメント読みましょう。ね。手振って。ありがとうございます。すごい、残して残してって言ってください。じゃあ残しますか。はい。うん。すごい。楽しんでいただけたかな。あ、大変。なんかコメントするってなっちゃった。わあ。はい。あ、できた。直せた。お。おやすみって言って、うん、あ、生活ずれてますか？楽しく生活できてますか？できてますよ。さすが。もう私ダメですね。うん？ついついもう起きるの苦手なんですよ。起きるの苦手だし、寝るのも、うん、夜行性なのか、うん、寝ようと思っても全然眠れなくて、うん、寝ようとするとめっちゃリズム刻んじゃうんですよ。なんか、ああ、もうライブしたくてしょうがないんだね。かわいいんだけど。皆さんこんだけライブしたいと思ってるそうです。もう早く楽しみだね。ライブもしたいし、ね、できる時がね、いろんなところにも行きたいですし、うん、メンバーにもこんなに会わないことなかなかないので、うん、確かに。だからこそ絆がギュッとなるんじゃない？そうですね、やっぱ、うん、はい、時間があると、うん、会いたいなって思いますし、うん、それが今まで3日間とかだったんですよ。もうなんか3日会わないがもう最高ぐらいだったのに、うん、今1ヶ月会ってない子とかも全然いるんで、うん、早く会いたいなって思います。あの、皆さん、うん、ライブ行きたいよって言ってます。行きたいよって言ってますよ。高橋さん、うん、クラウドのお箱って何ですか、うん、ってコメント。私の、はい、私のお箱なんだろう。なんだろうね。宝塚。もう何でも上手だから。宝塚、宝塚の歌が大好きで、宝塚の歌をよく歌ってます。いい。歌ってます。いやいや全然。福ちゃんは何歌うのいつも？私はパフュームさんか、うん、平井堅さん。え、ウケる。平井堅さん歌うんだ。平井堅さん大好きです。うん、低くないですか？あ、あの、平井堅さん声のトーンが高いから。あ、そっかそっか。いいんですけど、うんうん、割とオリジナルのキーで歌ったり、ちょっと高くして歌ってみたりとか、うん、あ、そっかそっか、いろいろしてるんですけど下手です、うん。もう下手かどうかじゃなくてもね。カラオケなんてもう自己満足だから。私とか宝塚とかもう一人でご飯が、すごい。全然すごくないよ。宝塚の人から見たらおいっていう感じだけど、別にいいやと思って。うん、いやでもハロー、ハローの曲ばっかりかな。でも私も卒業してからハローの曲歌うようになったかな。うん、私はもう絶対カラオケ行くと、うん、春ビューティフルエブリデイは絶対歌います。あ、そうなんだ。あれ可愛いよね。可愛くて大好きなので。うん、私ね、空を越え、時を越え、あ、時を越え、空を越え。それがすごい大好きなの。え、嬉しい。そうなんですよ。あれめっちゃ難しくないで、ね、歌。そうですね、なんか、うん、リズムをすごい取れって言われて、うん、振り付けにもめっちゃこうリズムがあるんですよ、うん、けど歌だけで歌うと、うん、あのリズム取れなくなっちゃうから、うん、そっかそっか。モーニング娘。であの踊りを踊りながら歌うっていうのがすごいポイントっていうか。だからびっくりしたもん、めっちゃ踊ってるやんと思って。そうなんですよ。でもなんかそこが良さで、あ、まあ確かに。だからモーニングが歌ってるって意味があるよね。そうですね。ね。他の方が例えばピアノの伴奏とかでやってもすごいかっこいいと思うんですけど。絶対かっこいい、超かっこいいと思う。うん、そう、うん、モーニングがめっちゃ刻んで歌って
ねえ、だからめっちゃいい曲よ、めっちゃ刻むなと思ってって見てた、いつも歌番組を。あ、嬉しい。